そういう隙間にすすがたまるのよ。見ないでって言ったでしょ。これ以上ケイトを不安にさせないで。私の顔傷ついてない。顔の見えない人形の仕事場行く必要なし。私選ぶのは苦手。私は上の部屋のミアよ。よろしくね。班長のローズマリーと無口のルー、この子はエミリコよ。この4人で一つの班として働くのよ。私が年長だから指導する立場ね。先日の亡霊騒ぎの一件についてだ。原因はどこかの班が掃除をサボったからに違いない。よって今からお前たちに聞き取りをする。はじめまして、私はエドワード。おじい様と共にある塔に住む特別な生き人形だ。さあお披露目の間に案内しよう。おいジェラルド、ここの動きが止まってるぞ。この二人は落ちる候補なんだからちゃんと追えよ。ねえエドワードに伝言を送ろうかしら。アイリン。は、いいところよ。ショーンが落ちるわ。え、どうして？何もできないのは本当よ。私たちの班も迷惑かけられてばかりだし。地図に高低差が描かれてないのも一つの仕掛けなのね。そもそもあなた方はショーンでもエミリコでもないでしょう。ふん、やはりルーは一番につきそうだな。資料を読んでいないのか。この三人形は仲が良いのだぞ。エドの性格を表しているようだわ。今回の新人にはとっても楽しいお披露目になるわね。楽しめる子がいればだけど。シャドウハウスにはまだまだいくつもの可能性があるということ。なかなか面白いお披露目だ。だからお前はお花畑なんだよ。俺たちは敵同士だぞ。大体なんだ、カップはハンドルをつまむようにして持つんだ。結局一度もシャーリー様にお休みのキスをできなかった。明日お披露目に落ちて、もうこの生活も終わり。すみません、俺目が悪いんですよ。恋にぶつかったわけじゃない。主人がメガネをかけてないのに俺がかけていたらおかしいでしょ。おはようございます、ケイト様。私は今日からケイト様にお仕えする生き人形です。こんなことでケイト様の役に立てるのでしょうか。